はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、梅酒ですね。腰の影虎の、梅酒。まあ、これ腰の影虎っていうのは、まあ、俺も以前飲みましたが、日本酒の、ね、名前というかね、こういう日本酒があると。新潟県の長岡市の、会社のお酒です。しょばし酒造株式会社。トークラの、清酒、腰の影虎を使った清酒ベースで、糖分控えめの梅酒です。腰の影虎のすっきりとした味わいと梅の酸味が調和して、香りよく爽やかで優しい味わいとなっています。これが 720ml で、なんと値段が2300円ぐらいしたんですけどね。後でね、この定価を見てみたらね、1000円ぐらいで売っててね。てか、1000円ぐらいでネットでググったらね、あって、定価が1000円ぐらいらしいんですけど、なんかぼったくられましたね。あのクソ店、ふざけやがって。珍しいから買ったのに、くっそ、ぼったくられた。アルコール度数が12度以上の13度未満。原材料名が、清酒と梅と醸造アルコールと糖類。そして製造年月日が、平成の26年の10月となってます。割とあれだな、度数が低いですね。まあ、低いってほど低くもないけど。それでは、飲んでいきたいと思います。これのね、この梅酒ね、この腰の影虎の梅酒、この赤いラベルのやつと青いラベルのやつがあるみたいで、赤いラベルのやつはいつでも年中売ってるらしいんですけど、青いやつが、なんか、期間限定みたいな感じで、1年に数回しか、売られないという話でした。まあ、ググったんですけどね。ググったらそうらしいです。じゃあ、乾杯。お。あ、これはあれだな。八海山の梅酒に比べると結構甘めですね。影虎。ああ。これは美味しいですね。この腰の影虎はね、俺結構好きなんですけど。日本酒では結構好きな部類ですね。ただあんまり売られてないんだよね、これね。これは、どっかのサイトに書かれていますが、720ml が1404円。これ定価なんですかね。雪深い越後の山なんとか海、山海。全国でも稀な超軟水と越後、麹師熟練の技で、醸す、銘酒、腰の影虎の限定品。あれ？これ限定品だっけ？蔵元秘伝の製法により上級、定番酒、龍で仕込んだ清酒ベースの梅酒です。この龍は俺飲んだことありますね。確か。カップのやつ、カップ酒のやつ、飲んだことあります。腰の梅酒。腰の梅酒は日本酒元来の旨味を生かし、糖分控えめに、上したって読むの？これ。
清酒ベースの日本酒の中でも爆発的人気を誇ります。本当かよ。一般的な梅酒にあるただ甘い香りではなく、フレッシュで強い梅の香り、龍のすっきりとした味わいと、梅の酸味が調和して、香りよく爽やかで優しい味わいに仕上がっていますと。とか書いてありますね。まあこれ俺以前飲んだのは、腰のかけとらのね、カップ酒のやつと、あと超辛口ってやつね。超辛口が2種類飲んだことあります。超辛口は全くもって甘さがないんですけど、カップ酒の方が美味しかったですね。うん。あれ美味しかったね。腰のかけたらの、蔵元のサイト、しょばし酒造って読むのかな。ここのサイトに来てます。あ、これも限定品だわ。これ、この赤ラベルも限定品っぽいですね。発売月が11月と2月となってます。おかしいな。11月なんだけど、これ、製造年月日が10月になってんだけど。これ大丈夫なのか ?11 月ではなく10月ですね。まあ年2回ということでしょうか。冬に、11月と2月と書いてあります。定価が、720ml が1300円。俺1300円とかってこれ定価なんだけど。2300円ぐらいで買ったんだけど、くそー。あそこのくそー店、マジで。ひどいわ。そしてこの梅酒、この赤ラベルではなく青ラベルがあります。霞酒梅酒。梅酒霞酒っていうのかな。書いてあります。腰のかけたらの梅酒と濁り酒が融合し、新しい味わいが誕生しました。梅のすっきりとした酸味と濁り生酒の、米麹の旨味が優しく調和し、綺麗な味、甘みが引き立っています。こちらがですね、発売月が、1月となってます。まあ、つまり1年に1回しか発売しないと。しかもこれ生酒なんで、生詰めの、ね、お酒と。まあ、しかも濁り酒と。これが 720ml、1314円。だからほとんど変わんないね、値段としてはね。うん。生詰め。生詰めの濁り酒で作った。お酒と、お酒の日本酒と、いうことですかね。結構ね、この腰のかけたらね、あれなんだ。なんかサイトで見る限り、だいたいもう、発売月が結構決まってるみたいだね。のが結構多いね。結構ね、多いね。腰のかけとらね。案外、限定1年に1回しかね、生産されない、発売されないのが結構ありますね。マジで。結構あるな。てか、だいたいこの腰のかけたらあんま売ってないからな。見ないんですよね。美味しいですね、これね。美味しい。
なんだ。以前飲んだ、八海山の梅酒に比べると、ちょっと甘いんですけど。まあ、でも、ね。美味しいですね。なんか、美味しい。あ、そういえばこの生酒ってのも飲んだことあるな。腰の影虎の生酒。これもうまかったな。あのカップのやつね。あのアルミのやつね。アルミ缶のやつ。アルミ缶の上にあるみかんってやつね。でもね、あんまり売ってないんだよな、腰の影虎ってな。何度も言うけど。結構飲んでみたいんですけどね、腰の影虎もね、美味しいんで。まあでも、ちょっとこれを機にちょっと、星の影虎もあれだね。興味が出てきた。まあ、売ってないこともないんだけど、この梅酒に関してはね、これはね、俺が初めて見ましたね、これね。酒屋で初めて見た、これは。だから買ったんですけど。俺がいつも行ってる店にはなくて、で、まあ、いつも行ってるっていうか、まあ、いつも行ってる店にはないんで、ちょっと遠出して、行った店にあって、まあ、っていう、ありましたんで、買ったんですけど、1000円もぼったくられたんです。クソったれ。舐めやがって。大して限定品でもないくせに。年2回とか。それだったら、霞酒の方よこせよ。青ラベルの方さ。食べんなよ。そこの店ね、あれなんですよ。俺も結構行ってるんですけど、そこはね、ビールが安いんです。ビールのケースが。そこで俺いつもビールのケース買いしてるんですけど、そこはね、ケースが安いんだよ。なんだけど、それ以外のね、ものがね、高いっていう。なんか、税込み表示なんだよ。しかも、珍しく。税込み表示で、ものすごい高い。ものすごいっていうかね、大概めちゃくちゃ高いっていう。なんか、でも、ビールだけは安いんですよ。ビール一ケースで、俺が最近買ったんだと、クラシックラガーね。キリンのクラシックラガー買って、あれが税込み5700円ぐらいなんですよ。でね、しかもポイントがついて、ポイントがね、3倍ぐらいつくんですよ。週に2回か3回、3倍ぐらいのポイントがついて、うまいんです。だから、
ケースで、一ケース、まあ、5700円ぐらいで買えるから、税込みでね、買えるから、結構安いんですよね。ただね、普通にね、高い、まあ、いわゆるウイスキーとか、まあ、銘柄は多いんですけど、高いんだよね。結構注意してみないと、いや、安いのもあるんだけど、普通に高いのもあって、ウイスキーとかジンとか、ウォッカとかね、普通にね、素人がね、手を出すとね、めちゃくちゃ高いんです。あれは一体何なのかと。そういえば関係ないんですけど、ウイスキーで最近マッサンっていう、連続テレビ小説ドラマがありますけども、あれがね、好評らしくて、まあ俺見たことないんですけど、見たことないっていうか、まあ見ないですけど、あれね、あれのね、おかげでね、なんだ、非常に、ウイスキーのレアな、ウイスキーの、ハイニッカですね。これ以前までは全然売られてなかったんですけど、これがね、結構ね、割とどこでも売ってたりするようになりましたね。これね。これ。ハイニッカ。本当に、俺が行ってる店だと、いつも行ってる店は売ってるんですけど、最初から売ってたんですけど、そこ以外では絶対売ってなくて、これかなりレアなんですよ、実際。これ。ただ、値段が非常に安くて、だいたい税込みで1000円しないぐらいで買えるんですけど、これ 720ml でね。で、非常に評価が高くて、マッサンっていう、まあ、いわゆる竹鶴正隆の日華ウイスキーの創業者がですね、毎晩これをね、晩酌ウイスキーとして飲んでいたという逸話があるぐらいのものなんです。これはね、うまい。はっきり言って、この値段でこの味は結構やばいですね。うん。非常に飲みやすい。ウイスキー初心者でも非常に飲みやすく。それでいて、しっかりウイスキーのね、うまさがね、しっかりあるんですよ。結構ね、これね、スーパーでもね、見かけるようになりました、これ。マッサン効果で。これが。まあ、なんで、見かけたらね、まあ、このウイスキーはレアということでね、知らない人は、ね、これ、まあ、結構目立つっていうかね、はいって書いてるからね。結構目立つんで、これ見かけたらね、ぜひ買ってみて、見てください。うん。これ非常に美味しいです。あ、アルコール度数が 39%。そして、まあ値段が900円ぐらい。で、原材料がモルトとグレーンのみ。なんで、しっかり普通のウイスキーなんですよ。まあね。この値段ではちょっと買えないほどのうまさがあるんで、ぜひ、まあ買ってみてください。これは本当に美味しい。ね。晩酌ウイスキーとしては非常に美味しい、これは。まあただこれはあんまり、ハイニッカはこれは
ハイボールで飲むとあんまり美味しくないんだよな。やっぱストレートかロックで飲むのがベストではないかと。思います。ということでね。まあ、マッサンはね、俺いつも仕事行くときに、いつもね、あれのね、オープニングテーマが流れるんですけど、なんだっけ。中島みゆきだっけ？中島みゆきさんがね、歌うね。まあ、わかんないんですけど、曲名は。それが流れるんですよ。まあ、中島みゆきさんは非常にね、声がすごいですからね。声がすごいっていうか、ね、まあ、すごい。すごいっていうか、ずぶといっていうか、ずぶといよね。あの人はね。声がね、結構ずぶとい。香り。はい。ということで、ごし、えー、ご、えー、よ、3、3444です。ご視聴ありがとうございました。